アフターストーリー箱庭のひとときおかえりなさいふふっこっちだよこっち左側今日もとってもお疲れさまいつもがんばっててえらい 花丸だよよしよしん顔をつぬけてどうしたのもしかして疲れてるとかそっかいつもいつもとても頑張ってるもんね ならよしよし,よし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 え突然何ってだってお疲れでいつも頑張っててだから癒されてほしいなって何より っっぱいねってすごいよって褒めてあげたかったからもしかして嫌だった嫌 <laughs> ではなさそうだねなら今日はいつも「ありがとう」の気持ちを込めて。 たくさんヤシヤシしないとだねあれもしかして恥ずかしい大丈夫だよ今は二人きりだからそれにたまには今くらいはたくさん私に甘えていいんだよ むしろたくさん甘えるべきだよだってこんなにも偉い偉いさんなんだからもっと私に甘えていっぱいわがままを言って気を張らずにいてほしいからもっと笑顔に。 もっと幸せでいてほしいからよしよしだけじゃなくてわたしにできることならなんでもさせてね何かしてほしいことない肩たたきひざまくら耳かき歯磨き でも肉体的な疲労があるわけじゃないもんね何か有効なアプローチがあればいいんだけどうんあそうだ亜美からの受け売りなんだけどこんなふうに。 されるのは、どうかな癒されるホッとする温かい気持ちになれたかなそっかよかった私もね今とっても。 暖かい気持ち。作り物の体に、作り物の体温だけど、でも、まるで心まで寄り添ってるみたい。優しい温かさで、胸の奥までポカポカ。ね私たち。 今とっても幸せだね私と一緒にいてくれて私と同じ世界に生きていてくれて私を家族と言ってくれて私を大切に思ってくれてありがとうこれからも。 ずっとずっとずーっと一緒に生きようねん <laughs> ごめんなさいこれだと私のほうが甘えちゃってるね私に甘えてもらいたかったのに私で癒されてほしかったのにね いつの間にか逆になっちゃってたねえでも癒やされたってそっかそれはとってもとっても嬉しいならもう一度ぎュッハグって すごいね同じ時間に同じ場所で同じ温かさを一緒に分かち合えて心も体もポカポカ2人で癒され合えて2人で幸せな気持ちにもなれるんだから花丸だね。 本当に私は恵まれた幸せ者の機会だねだってこの瞬間が永遠ならいいのにって思えるくらい一瞬一瞬の時間が全てとても愛おしいから。 好き。好きだよ。大好き。これからも一緒に末永く二人で幸せでいようね。